緊張するな。しっかりしてよ。もう大丈夫よ。うちのお父さん見かけは古風で怖いけど意外といい人なんだから、もうね、しっかりしてよね。いや、もうそんなこと言われてもね。いらっしゃい。よく来てくれたね。はじめまして。まあまあまあ、楽にして。そう、シャッチョコバランでもいいじゃないか。よし、そんなお父さんじゃないかね。安心した。何をボソボソ喋っとるんだね。僕にも聞かせてくれたばいいよ。はい、あの、実はですね、今日はお願いがで、こちらに伺いまして。なんだね。あ、はい、あの、娘、頑張って。娘さんを結婚を申し込みに来たんじゃろ。え、いや、だからさ、結婚をさせてくださいと頼みに来たんだろ。あ、はい、そうですが、二つかものだが、一つよろしく頼むわよ。そんなあっさりと。なんだ、意外と話せるお父さんじゃないかってね。いや、何分ね、まだねんねちゃんなものだからね。え、あ、で、新婚旅行はどこにするんだ。それがまだ決めてないんですが。僕はグアムが好きだな。あ、そうですか。うん、まあ、あの、海外もいいですけど、僕はやっぱり国内の温泉巡りなんかもいいかななんて思ってるんですけどね。あまり人もいないですし、それから。何言っとるんだ君、やっぱりグアムだろう。いいぞ、グアムは。さんさんと降り注ぐ太陽、一面に広がる青い海、そしてテラスに寝そべる新婚カップル、つまり僕と君。あ、それもいいですね。って、はい、幸せだなあ。あの、僕はね、夢だったんだよ、新婚旅行にグアムに行くのが。ね、船に乗ろうよ、トローリングしてドーンとでかい魚でも釣り上げようじゃないか、二人っきりでさ。いや、あの、僕は娘さんと結婚したくてですね、それでこうしてご挨拶に来たんですけど。あの、ちょっと、ね、船に乗ろうよ、あの、二人っきりでね、沖まで行って人知れず全裸になろう、二人っきりでね。そしてオイルを塗り合おうよ、僕と君と二人っきり。いやいや、やめてくださいよ。僕は娘さんとですね。いや僕ちゃん泣いちゃうから。そんなもう泣かないでください、お父さん。ねえ、君水臭いじゃないか。ゆうちゃんと呼んでくれたまえよね。さ、早く一緒にグアムに行こうよ、逃避行しよう、ね。いや、違うんです、だから。ちょっと待ってください。お父さんが相手なら私身を引くわ。そうか。って引くなよ、おい。海、二人きり愛し合う。やめてくれ、やめてくれ。何かが違ってきてる。やめてー。